1977年の深川駅と周囲約500メートル範囲。下が北見愛いおい方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成深川駅は北海道網走郡津別町にあった日本国有鉄道愛いおい線の駅である。愛いおい線の廃線に伴い1985年4月1日に廃駅となった。 一部の普通列車は通過した3月14日、海底の時刻で上下ともに一本。地名より、もともと当地は、仮想星と呼ばれていたが、1937年のアザメー海星で付近を流れる、現在の道泥マップ側の、プカラ、布、網走川上流を表す、川から、不川と命名された。また、布は純白で凹凸のないものであるから、 争いのない平和な部落を念願しての命名とも言われている。なお、ドードロマップは、アイヌ語のトゥートゥオマに由来する名称である。牧草地となっている。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。無人駅となっていた。ありがとうございます。